小池百合子でございます。私候補者本人、ただいまからこちら西口にございますロトヤビル6階にて出陣式を執り行い、それではこれより出陣式に臨ませていただきます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。これはどちらのプレスなの？池袋。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。いよいよ北会の日がやってまいりました。本日8時より届け出受付が終わりまして、ここにも書かれておりますように、小池百合子は3番という届出番号をいただきましての選挙戦でございます。雨降って地固まる。私雨降って地固まる9回行ってまいりましたからね。もうこれからいよいよ今日からの選挙戦頑張っていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。3年3ヶ月待ちに待った総選挙、今日12月4日から12日間スタートの時でございます。本日は雨が降ります中、このようにお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。ご来賓の方々もお忙しいところご参加いただきまして誠に恐縮であり、さらに素晴らしいメッセージも頂戴をいたしました。私に力強いご推薦も賜りました。自民党の公認候補として、そしてまた公明党から力強いご推薦を賜りましての今回の選挙戦、私は首を長くして待っていた解散総選挙、髪も長くなりましたけれども、何としてでも勝ち抜かないといけない、それが私の使命だと思っております。自民党にお灸を据えるために別の党に入れといたからね、小池さん。前回はこのようなことをあちこちで聞きました。自民党にお灸を据えたつもりが民主党が火をつけてしまいました。この3年3ヶ月に度重なる外交の失勢、そしてリーマンショックからの回復が思うようにはいっておりません。そしてまた東日本の大震災で右往左往する政府官邸、この3年3ヶ月はある意味で自民党にも政権を担当するということはこういうことなのだ、政権担当能力がなければ国はこれほど衰退するのか、いい学びをさせていただくと同時に、一方でこの3年3ヶ月日本が払った授業料は極めて高いものになってしまったとこう思います。お灸を据えられました。反省もいたしました。十分ではないかもしれません。しかしこの3年3ヶ月の日本の歩み、これをこれ以上後戻りさせるわけにはいかない、いやこの戦いは日本を取り戻す戦いなのだということを肝に銘じまして、そして正しい政策をしっかりお伝えする、そして正々堂々と勝ち抜く、こんな戦いにしてまいりたいとこのように思っております。今世界は日本を哀れみの目で見ております。そんな日本ではダメなんです。そしてまた世界で何ですか、2位じゃダメなんですかと言ったような人がいましたけれど、ダメなんですよ。この日本はいつも金メダルを狙うんです。そして世界から尊敬される国であらねばならないし、その実力がある。私はぜひともこの日本を取り戻したい、立て直したい。私が目指すのはセーフカントリー、セーフネーションでございます。この豊島区がそのモデル都市となって、そしてぜひとも日本をですね、元気にし安全にし安心にする、そのことが私ども自民党に課せられた大きな責任だとこう思っております。何としてでも勝たせていただきたい、そしてぜひとも1位にしていただきたい。真剣に戦ってまいります。どうぞ皆様方の力最後まで賜りますよ。そして都議区議皆さんが揃ってこの戦いに全力で当たってくださっております。その皆様方のご努力に報いるような、そんな立派な戦いをさせていただきたい。最後までどうぞよろしくお願いいたします。